シュナウザータクトがドッグスポーツのアジリティに挑戦するこの企画。今年の6月に大会に初挑戦し、さまざまな課題を残し前半戦が終了しました。現在秋以降の大会に向け部分的な練習に励んでいます。今回頑張っているタクトにご褒美としてプールに入れてあげました。プールです。はい、暑いのでプール入りましょう。ドッグアジリティって何？と思っている皆さんもいると思うので、簡単に説明すると、指示する人間と犬が息をぴったり合わせて、コース上に置かれたハードル、トンネル、シーソーなどの障害物を定められた時間内に着実に次々とクリアしていく競技です。わかりやすく言うと、障害馬術競技の犬版、いわば犬の障害物競争です。今年6月、満を持してドッグスポーツのアジリティ大会に出場したタクト。結果は思うようにいかず、ジャンピングで失格。アジリティで完走したものの、標準タイムをオーバーし、クリーンランできませんでした。その結果を受けて、大会が開かれない夏、苦手なところを部分的にトレーニングしています。朝の4時半です。これからタクトと夏のアジの練習に行きます。はい、ということでタクト、準備はいいですか？はい、暑いのでね、朝早く練習しようね。はい、じゃあ行ってみよう。 Go! Go! タクト、 OK! Go! タクト、 Go! OK! タクト、今日はね、いいことあるよ。練習の後にちょっとね、夏らしいことを味わいます。さて、それは何でしょう？はい、お楽しみですね。はい、ここピーナッツフィールドは自然に囲まれた環境でアジリティを楽しめます。レッスンしていただける先生もその子に合わせて指導してくれるので安心です。朝6時30分フィールドに到着。暑くなる前に練習開始。今年の秋の大会に向け苦手部分を主に練習。その一つがスラローム。どんな方向からでも最初のポールから進入し、最後まで勢いよく駆け抜けること。最後のポール前に抜けてしまわないようトレーニングを続けています。ポイントとして、最初の入り口へ明確に指示を出すこと。スラロームに自分が近づきすぎないこと。タクトはできているので焦らないこと。夏は暑いので練習も早朝。少しの時間だけ、これらに気をつけながら練習しています。練習後、先生が用意してくれたプールでクールダウンです。今回は見学していたアルトとミニアジの練習を終えたカノンも一緒に入ることに。ワンズみんなでクールダウンです。じゃあ、はい、ということで今日はプレゼントでプールです。はい、暑いのでプール入りましょう。はい、ゴー。タクトは毎年川やプールで泳ぐのですが、その度にスムーズな泳ぎ方を忘れてしまいます。なので今回も泳ぎを思い出させるため、お尻を持ち上げて足を使う練習から。
何度か泳いでいると思い出したのか、泳ぎが安定してきました。泳ぐの久しぶりでしょ、タクト。今年の夏初めて泳いでます。上手。おいで、おいで、ゴー、オルコー。今度はボードからの飛び込み。おいでの合図で飛び込み成功。オルコー。気持ちよさそうに泳いでいるところを写真でも撮影してみました。カノンも泳いでみましたが、バタバタしすぎで前に進まない。まだまだ練習が必要ですね。アルト、アルト、泳ぎが上手です。一番年上のアルトは昔から泳ぎが上手。スイスイと気持ちよく泳ぎます。一番落ち着いてるよね。最後はワンズでボードの上に乗って記念撮影。シュナウザータクトのアジリティ挑戦日記、いかがでしたでしょうか。秋の大会に向けて焦らずコツコツと練習を積み重ねていきたいと思います。夏の練習は暑くて大変だけど、プールでクールダウンできました。カノンとアルトもプールに入れて気持ちよさそうでした。今後もタクトとカノンのアジリティ挑戦応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。